いつもロペライアウトラインをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2016年モデル BMW523i ラグジュアリーをご紹介させていただきます。まずお車の状態からですが走行距離は1 4000キロ走っているお車です。フロントのバンパー、ボネットの部分に若干の飛び石が見受けられます。また左側2本のアルミホイルになりますがこちらに小さなガがり傷がございます。それ以外特に目指す傷はございません。状態は良好なお車かと思います。 こちらのお車、外装色はブラックサファイア、インテリアはブラックレザーの組み合わせのお車となっております。ラグジュアリーのモデルとなりますので、インテリアの方、クローム仕上げのインテリア、またシートヒーターも標準で装備されておりますので、在空間非常に高級感を感じるお車となっております。エンジンスペックに関しましては、2リッター直4ターボエンジン、割り切184馬力を誇りますので、軽快なドライブをお楽しみいただけるお車となっております。 アルミホイールに関しましてはこちらはラグジュアリーのモデルとなりますので18インチのアルミホイールが装備されておりますまた5シリーズの方ですねドライビングアシストプラスが標準で装備されておりますので安全性能も非常に優れているお車となっておりますでは続きましてトランクスペースの方ご紹介させていただきますトランクの方ですね開けていただきまして5シリーズのお車ですのでスペースの方はしっかりと確保されております 合わせて小分座席も倒してお荷物は積んでいただけますので、大きな長いお荷物でもしっかりと積んでいただけるお車となっております。では続きましてインテリアの方、ご紹介させていただきます。シートの方はブラックレザーが採用されております。特に目立った傷汚れとはなく、非常に状態良好なインテリアとなっております。エンジンの方ですね、かけていきます。はい、エンジン指導も問題なしですね。 ステアリングの方はマルチファンクションとアダプティブクルーズコントロールが装備されたステアリングが装備されております。またこちらのサイドのボタンで安全機能の方ですね、設定の方が可能になっております。ナビゲーションに関しましては純正のハードディスクのナビゲーションが装備され、もちろんテレビもご視聴いただけますし、バックギア入れていただきますとしっかりとバックカメラも映るお車となっております。フロント両席に関しましてはシートヒーター標準で装備されておりますので、冬場でも暖かいドライブをお楽しみいただけるお車となっております。 またパネルの方はウッドパネルが採用されております。非常に高級感を感じるインテリアとなっております。また走行モードの方ですね。5段階で切り替えが可能になっております。エコプロ、コンフォート、スポーツ、スポーツプラスモードですね。切り替えが可能です。シフトの方は8速のオートマチックのシフトが採用されておりますので、非常につながりがスムーズなシフトとなっております。アイドライブのこちらの操作も非常にしやすいお車ですので、機能性にも優れております。 では続きまして後部座席をご紹介させていただきます後部座席の方もフロントと同様特に目立った使用感はなく非常に綺麗な状態を保っておりますヘッドクリアランスも広く取られておりますので成人男性の方でもゆったりとお乗りいただけるお車となっておりますまた気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いといたしませんのでご安心いただければと思いますでは今回は2016年モデル BMW523i ラグジュアリーをご紹介させていただきました 走行距離 14000km と低走行なお車ですし内外装ともにコンディションは良好なお車となっておりますまた新車保証の方も平成31年の3月までたっぷりと残っておりますので安心してお乗りいただけるお車となっておりますドライビングアシストプラスも標準で装備されておりますので男性女性問わず安心してお乗りいただけますしラグジュアリーのモデルとなりますのでより高級感を感じられるインテリアをお楽しみいただける一台となっております お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思いますのでよろしくお願いいたします。